今日の試合お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、昨年接戦の末敗れたあのオービックさんに、勝利した今の気持ちをお聞かせください。まあ、ディフェンスが今日は本当によく頑張ったと、まあ、大変なピンチのシーンをオフェンスがディフェンスに与えましたけれど、まあ、その都度力強く跳ね返したというのが今日の結果につながったんじゃないかなと思います。第1クォーター以降、まあ、得点させなかったそのディフェンスの強さみたいなものがあると思うんですけれども、まあ、そこはどう思われてますか。そうですね、まあ、軽い、オービクさんもそんなに、掘ったプレーといいますか、成功法で来られたというふうに思いますけれど、しっかりとまあ準備してきた我々のベースのディフェンスの力を今日は出し切れたかなというふうに思います。ロースコアな展開になったんですけれども、まあ、やはり後半もう少し得点したかったっていう気持ちはありますか。もちろん得点したかったですし、不用意なターンオーバーは本当に、まあ、大きな課題だというふうに思っています。まあ、パナソニックさんもオービックさんもセミファイナルが決まっていて、もしかするともう一度また戦うことになると思うんですけれども、その時、まあ、何を一番変えたいなっていうのはありますか。そうですね、まあ、オフェンスの得点力といいますかね、最後点を取り切るところ、そういったところをしっかりと修正して挑みたいなというふうに思います。4週間空いたことが、まあ、吉と出るか京と出るかというところだったと思うんですけれども、プラスに働いたということで、まあ、チームでその、まあ、試合感が途切れることなく取り組めたっていう、何かその練習中の、まあ、意識だったりとかってありますか。あ、そうですね、まあ、試合はなかったですけれど、2週間の、まあ、ルーティーンを変えずに試合がある前提で、まあ、練習のボリュームも含めて調整をしてきましたし、まあ本当にやっぱり試合したかったっていうふうには、試合があればあるほどね、チームは成長しますので、試合はしたかったんですけれど、まあ、その中でもできることはしっかりと準備できたかなというふうに思います。次戦は富士通と、まあ、強敵が続くんですけれども、まあ、今年の富士通をどう見ていますか。まあ本当に我々が勝てるチャンスは少ないと思いますので、ディフェンスは今日みたいに粘り強く守らないといけないですし、オフェンスは点をしっかりと、まあ、点に結びつけるということに対してちょっと2週間しっかりと、まあ、修正したいなというふうに思います。今日ホームゲームでたくさんファンの方がこうスタンドを青に染めてくださったと思うんですけども、最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。今年ほとんど、まあ、毎試合コロナ禍で客席数は限られてますけれど、常に満席にしていただいて、相手のスタンドまで我々のファンの方が入っていただいているので、まあ、本当に心強いですし、そういう皆さんのこう声援がすごく選手や我々の力になってますので、本当にありがたく感じています。まあ、引き続きですね、厳しい戦いが続きますけれど、今後ともぜひご声援のほどよろしくお願いいたします。本日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。